きましょう。これ今から足つぼマッサージ行くからちょっと早めに何ですか？ 2時から足つぼマッサージ。あ、十分十分。2時から足つぼマッサージ。はいはい。第1年第3弾ということで。海外に行ってるということでね。ちょっとで行こうか。はい。そのあたりちょっともう少し深くですね。面白いな。異文化ですからね。まあ今コロナだしな。これ終わったらでもやっぱりまた元に戻るんで、世界中に戻ってきます。はい。で、まあ松井さんはですね、松井さんというか日本人としてね、向こうにいろいろやってきてですね、携帯の待ち受けも英語なんですけども、日本に対してですね、行った時にどう思われて、噛んでんねん。どう思われてもいいですか、ね、噛んでんねん。日本人というか、日本をね、海外の人は。海外と国によって全部違うやんか。例えば。いや、でもね、でも、基本的、まずね、基本的に考え、英語下手でしょ。英語下手やね。うんね、ものすごく下手に勉強してるくせにな。そうそう、僕は中学校がずっとやって、どんな人が英語スラスラ喋るとこ割とね、何でもかんでも言う人やね、厚かましい人よ。ああ、なるほど、だから、大阪のおばちゃんとか、うるさい、中国人でも特にうるさい人、そう、考えるとすぐ口に出る、そうそうそう、そういう人は英語できます、だから英語ができるんではなくてコミュニケーションなんで、基本的には。なるほどね。だから日本語と英語がひっちゃかめっちゃかに混ざったようななんか喋り方しても通じる厚かましいおっちゃんおばちゃんおるわけよ。いや、見たことあるよ。それビジネスと付き合いは別としてよ。だその程度っていうことよ。で基本的にはやっぱり英語だけにと限らず中国語でもそうだし、イタリア語でもそうだけど、やっぱり厚かましさがないと基本的な構造ですよ、人間的に。だから日本人の場合ちょっとこうつつましやかなんで、なかなか何を考えてるかわからんとか、あるいは外国人から見ると、外国人から見ると日本の女の子はシャイやとかっていうふうに見えるわけよ、何を考えてるかわからんみたいな。だから英語はできるとかできないっていう感覚は彼ら持ってないんで、じゃなしに何をはなんかようわからんみたいに思われるわけよ。まずそこ一つね、okay? まずなんか喋る必要があるということですね、要は。まあ、わけのわからない喋ってるっても腹立つけどね。逆に言ったら、変に妙に英語が上手、変に英語が上手で、ネイティブ、いわゆる、オーストラリアであったり、ニュージーであったり、アメリカであったり、英語圏内の国の人に、変に英語で、変なこう、英語で喋りかけると、余計警戒、下手に上手なやつのが立ち悪い。難しいな、下手に上手に、例えば、あんたに、大阪でしょ、大阪でしょ、中国の人が、変にこう、日本語の上手な中国人が、あなたに話しかけては、なんか鬱陶しくない？そう、怖いよね、怖いというかね、例えば10人、何があるかな、10人ぐらいの中国人の団体がいて、みんな中国語しかほとんど喋れないのに、その一人だけが妙に、上手、上手というかなまった変な大阪弁しゃべる中国人とかおるやん。おるおるおる。嫌でしょ。嫌ですね、ちょっと。わかる？ちょっとわかります。英語も一緒なのよ。だから可愛げがないのよ、それ。だから特にビジネスであったりとか、ちょっと込み入った話の時には、その中途半端にできるやつの方が立ち悪いわけよ。話がこんじゃらぐちゃぐちゃぐちゃってなるわけ。意味わかる？わかるわかるわかる。だからコミュニケーション、多少英語ができなくてもなんかこう一生懸命訴えてる可愛らしさというか、こいつはいいやつなんか悪いやつなんかっていうのって、これは世界全国、アフリカ行ってもそうだけど共通なのよ。こいつうさんくさいやつやなっていうやつはいるわけよ。わかる意味？なんか喋る時にね、変にねこう文法とかね考えてしまうんですよ。それ考えたらダメだよね。だから伝える、もう伝わったらそれでいいのよ。でもうこと単語、その単語が出てこなかったらこう見よう見回りだからやればいいわけですよ。そもそもがね、コミュニケーションですからね。そうそう、まあそこは何の話やったっけ今、どう思われてるかっていう、まあ言語の部分ではそこで、二つ目がやっぱりね、
製品はいい製品を作るっていうふうに、うん、まあ、世界中みんな思ってるわけ、うん、車にしてもそうだし、うん、あなたのパナソニックね、うん、家電にしてもそうだし、うん、まあ僕やったら釣り具の、うん、ね、釣り竿だったりルアーだったり、それもやっぱ製品の質は高いとは思われてる、うん、やっぱりかなりきめ細かいんで、うん、ただまあ携帯電話なんかはちょっとな、うんうん、やっぱりもういらんもんごちゃ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 いっぱいつけたりするわけよ、うん、まあまあビデオカメラもそうごちゃごちゃごちゃいらんもん、うん、不必要なもんついてたりする、うん、その割にはあの防水水に弱いとか、うん、機能性の部分でちょっと劣ったところはあるけども、うん、やっぱりあの製品の質はいいと思われてる、うん、圧倒的に、うんうん、そうね、圧倒的に思われてるわけですよと、うん、はい、であとまあそれをやっぱ武器に世界と、うん、ビジネスで付き合っていくっていう風にしていかないと、だからやっぱりね、あの IT であったりとか、いろんなその要は形のないものね、うん、ソフトとか、うん、そういうようなビジネスっていうのは日本の中でしかなかなか成り立たない、これ実際問題、うん、これなぜかというと、うん、やっぱりあのパソコンっていう、俺古いんから、要はだから、IT 系っていうのは基本的には英語文化が強いわけよ、うん、日本語ではなかなか太刀打ちできないシステムなんよ、何となくイメージ分かる、分かります、うん、世界で通用しようと思うと、何となくイメージ分かるでしょ、昔あの NEC の PC98 がありまして、うん、日本だけしか通用しないようなこと、うんうん、分かるでしょ、はい、分かります、だから内需であればそれはそれで十分いいんだけど、世界と何かビジネスをあるいはセールスするんであればやっぱり製品、形のある製品、特に一番最初、一番最初の時にこの動画に一番最初に言ったやっぱりものづくりのアート的な部分がやっぱり一番しっかり重要視しないといけない、でそれに長けてると思うんですよ、で長けてるしさらに外国人は日本の製品は高品質だっていうのは思ってるわけですから、やっぱそこを武器に、でさらに3つ目は日本の中のその下請けさん、ものづくりを下請けしてくれる工場さんね、いいですかね、その工場さんの質が高いのよ、そもそも、うん、だから例えば東南アジアであなたの息子が今や出張か単身赴任行ってマレーシアねマレーシアなんかもそうなんだけど、例えば釣り竿一つでも、うん、作ることは作れるんだけども、その素材、うん、いわゆる一番要の部分ですよ、うん、こう組み立てじゃなしに要の一番土台の部分のマテリアル、うん、素材ね、素材、これに関しては手に入らないのよ、マレーシアもそう、だからやっぱマレーシアも中国行っちゃうよ、結局マレーシアも中国で作らせてるわけでしょ、うん、で中国では手に入るってことですか、素材はね、素材はね、ただ質のいい素材っていうのは中国で加工するけども、やっぱ日本から釣り竿だったら例えば東レとか東洋棒とか、ああいうものの釣り竿の素材がシートが行って中国で加工してるわけです、それが世界中に売ってるわけです、だからいわゆる製品素材マテリアルの部分であったりとか、それを加工する力っていうのは、職人技っていうのはもう日本圧倒的な、多分世界一のレベルなんで、そこはやっぱ考えてビジネスをやっていく、もったいないと思うな、うん、だからもう何でも言うけどマレーシアもそうだし、まあ、マレーシアは多少ものづくりですけど、シンガポールなんかいるもの何も作らないじゃない、そこは、そこはハブですから、そうでしょ、そもそもが右あるものを左に流す国ですから、だからあそこの国のビジネスっていうのはこっちから来たもんこっちに売るっていう、だから英語できないと話にならないわけ、やっぱどうしても、うん、だからアート的なものを何か発想像して作っていくっていう国じゃないかな、だから何度も言ったけど、この動画でも一番最初に我々のはやっぱりイタリアとかフランスとか、ああいうあのアート的な製品を作り出して高単価で高利益のものを世界にこう提供していくっていうビジネスなんじゃないと僕は思うけどな、ブランドつけてね、うん、まあ、あとまあ我々やっぱそれじゃあ歴史がとか、フランスの歴史が、イタリア、ローマの歴史がって言うけど、日本の歴史ってものすごいんで、外国人が我々中にいるからそうあんま思わないんだけど、憧れすごいのよ侍なんかは、うん、だから僕ここに興味ないな、あったでしょこれ、はいはい、ソードね、ソード、うん、あのあれのイメージなのよ、釣り竿でも、あ、刀のイメージなんですよ、うん、うんうん、あのデザインをね、デザインしていくとき、まあ、素材のマテリアル、その軽いとか重いとか、どういうのがいいとかあるけども、最終的なデザイン性の部分になってくると、やっぱりソード、日本刀っていうのをやっぱイメージしてこう発想をしていくっていう感じ、彼らものすごく好きなの、
でもう一つが今日補足だけど、侍ってどんな感じに思ってると思う、外国人で、まあ、ドイツの連中、特にドイツ侍、うん、まあアメリカ人なんか何も考えないから、ああパッパラパンやからドイツとかオーストリアとかね、ヨーロッパの連中、うん、ちょんまげして、うん、切腹とかね、うん、そういうイメージなんですかね、外国人が持ってる侍のイメージ、うん、そう暗いよ、うん、ああそうやね、まあなんかメンタルがすごい強いと、そんなメンタル、あなたじゃあ例えばローマの昔のこの騎士、うん、剣持って戦う、精神が強いとかって思いながら映画見る？いや、私のイメージはね、侍のイメージはちょんまげと刀ですよね、それだけ、まあ、ということで、まあそうだね、うん、あのね、うん、彼らが、まあ、国によって違う、僕が知ってる釣り、そのフィッシングのね、うん、カスタマー、うん、これ大体一つの国にワンディーラー、一つディーラーがあって、まあまあ末端のカスタマーです、うん、顧客、うん、これ総勢でリストで言うとやっぱり4000人ぐらいのリスト、うん、もうちょっとあると5000人近くある、うん、ほぼ十中八九イメージは浪人、浪人わかる、おここがバーガサーとしてなんか汚い格好、はいはいはい、浪人なんですか、何浴衣じゃない、何ていうんですか、着物、お綺麗な穴じゃないじゃん、で草履履いて、なるほど、チャッ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 と、あれもイメージなんよ、全然違うじゃん、いやとか城の上司にね雇われじゃなくて、お城におってこう侍がちょんまげでこうやってるのが雇われ、全然違うんだよ、浪人なのよ、浪人、無職やどっちか言ったらそれは無職か知らんけど、ラスト侍やったでしょ、はいはいはい、あのイメージがやっぱ、ああラスト侍ね、なるほどなるほど、うん、かどうかは分かんないよ、でも持ってるイメージは浪人なのよ、一人でこう何一人で大勢を切りまくるみたいな、うわ一人で大勢を切りまくる悪そうなやつ、浪人というかそうやね、なるほど、悪そうなやつ、どっちがいいか悪いか知らんけど一人で悪そうなやつ戦って勝つみたいな、ああいうイメージ持ってるんですよ、 OK、 なるほど、いや、まあ賭博のね賭博場でこう一人ぐらい強そうなのいますやんかいや全然違う、ちょっと話それ違う OK、 だから、はい、あの時間もうちょいあるけど、いや要は言語、うん、ね、言葉に対してはやはりちょっとシャイだと思われてる、うん、何考えてるかわからんのかシャイだと思う、特に観光客が思われてるわ、うんうん、だからまあまあ、 怒るときは怒る、うん、嬉しいときは喜ぶ、うん、ね、怒るときは日本語でいいから怒るわけ、うん、片言の英語でいいから、ね、うん、で分からないときは聞く、うん、で何か聞かれたら分かる範囲でいいから、やっぱり分か、日本語英語混ぜてもいいんで、やっぱり答える、うん、これ一つ目ね、うん、しっかりコミュニケーション取りましょうと、目で、目とか、目とここのことね、笑ったり怒ったり、はっきり伝えると。で、じゃあ英語が上手な人はどういうとこで、大阪のおばちゃんと、厚かましいおばちゃんですよと。で、2番目は日本の製品はやっぱりかなり品質が高いと思われてるんで、やっぱりここで勝負しましょうと。で、最終的にはやっぱり目指すべきものはイタリアとかフランスとか。ああいう高単価で高利益のを製品をやっぱり世の中に提供していきましょうと、提供というかまあこうアプローチしていきましょうと、で3つ目がやっぱり歴史の重さも我々はしっかり持ってるんで、日本もね我々がもう分かってないだけで、侍のイメージはさっき言った面白いでしょ、まあまだまだいっぱいある、また続き次にしよう、はい、いっぱいある、わかりました、じゃあ外国相手にビジネスやるってものすごく楽しいんで、なるほどね、ただ一番はこの一番大事なのは武器を持っていかないと、わかる、最後になりますけど、武器を持って戦わないと、戦いにならないわけよ、何かじゃあ起業します、こうしますって言ってもそれが通用しないレベルのものを持っていって世界でやったんで、まあ、バイヤーで買って日本で売る分にはいいんだけども、世界に買ってもらおうと思うとやっぱりそうでしょ、わかる、はいはい、武器ですよ、武器、製品、商品ね、商品、そのブランドやね、そう、ブランド、何でもいいかブランド、そのブランド、製品、世界に通用するものを持って戦いに行きましょうよと、で、売りに行くんじゃない、わかります、勝手に買いに来るような製品を作っていく、それを
プロデュースしていく、うん、だからブランディングですか、うん、はい、だからこの沢村ヒントになるのよ、なるほど、浪人ね、うん、浪人ね浪人ですか、で我々は何とも思ってないけど、うん、外国人刀好きやから、うん、我々は思ってない鎧とか、うん、刀とかものすごい好きなんだ、うん、まあ僕は趣味ないけど盆栽とかね、僕はあんな趣味全然ないけど、うん、好きね、だから我々身近な日本の文化やね、そう、足元の土台に素晴らしいものがいっぱいあるわけよ、ね、それを製品の何かこうデザインするときに取り入れていきましょう、これ多分ね僕ものすごくできるんで、これ見てる人あの協力します、お助けなんで、こんなこういうこうこうこうしたら外国人よこっていうのは国によっても違うけど、大枠はね海外に向けたまあビジネスですね、あ、それものすごく楽しいです、これやってる暇ないからな、もうでもやりたい人がいたら助けるか、まあ、出てくるかもわかりましたよね、まあ、まだこれ続き、これ、はい、俺今からマッサージ、なるほど、わかりました、はい、今日はありがとうございます、はい、どうも今日は、はい、どうも皆さん世界で、はい、世界を目指しましょう、戦いましょう、最後までご覧いただきありがとうございます、チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。